どうも、ゴルフプロの三田です。今回はフェアウェイをキープできるドライバーでの打ち方、これを皆さんに伝授しようと思います。いつも見ていただいてコースで活かしていただけている方、本当にありがとうございます。では、早速いきたいと思いますが、フェアウェイをどうキープするかというのは、ドライバーショットは非常に重要になります。そしてこのドライバーショットがですね、不安で不安でしょうがない、こういう方は非常に多いんじゃないかなと思います。ゴルフというのはメンタルスポーツなので、打つ瞬間にああやばいですね、止まっちゃったみたいなね、こういうもうとんでもないようなミスが結構出るんですね。なのでドライバーショットを打つときっていうのは、同伴競技者、さらには後ろの組とかがいたりして結構緊張するものなんで、後ろは気になるな、ね、不安だな、どう打てばよかってなりやすいので、やはりスイングするときの一つの拠り所みたいなのが欲しいんですね。でそれがいっぱいあるともうごちゃごちゃになってしまいますので、今回は一つ、今日はですね、この一つをちょっと意識してやってみたら、意外とこれが安定につながるし、フェアウェイをとにかくキープできるような、そういうフェアウェイキープ率がもうグッと上がるような、そういう方法になりますので、ぜひね、チャレンジしてやってみてください。構えた状態から、たった一つのポイント、今ちょっと意識して実はやったんですが、それはじゃあ何なのかということを、今日は解説して、じゃあその動きをどう習得すればよいか、これも最後にちゃんと皆さんにお伝えしていきますので、最後までぜひ見てみてください。では早速いきたいと思いますが、スイングというのは、体の動きと腕の動き、この2つの大きな動きによってスイングされてます。で今回は腕の動きをちょっと意識してやってみてください。でその中でもグリップを正しくこう握っていくと、少し腕をキュッとこう絞ったような感じになります。でその時に肘同士、右の肘と左の肘、これが離れないように構えた時というのは結構近くにあるんですね。でこれがスイング中に崩れない。ですから、近くにあるままずっとフィニッシュでも、フォロースルーからフィニッシュにかけても肘と肘が離れないようにスイングしましょうということです。結構これが肘が開いてしまって、振り抜いた後も肘が開いてしまう方が非常に多いので、そうすると思うようなスイングにならないし、ボールはあまり飛ばない。そして、距離もあまり出ませんので、今回は特に距離を伸ばそうとか、あまりそういうことは考えなくてもいいかなと思いますが、特に、この肘同士が近くにあって、これが崩れないような、そういう動きをちょっと覚えてみてください。で、この肘がですね、離れてしまうその原因、なぜ離れてしまうかということも、少し補足的に説明していこうと思います。構えた状態、まずグリップを握ります。で、この状態からバックスイング方向にぐーっと上げていきます。でこの時に肘が外側に行ってしまう、その原因はクラブを腕だけで上げようとするとそうなるんですね。ですから構えた状態から体の向きをしっかり右に向けてあげる。そうするとそんなに無理なく肘がここのギュッと絞られた状態がキープできるはずです。でここから振り抜く時も同じように体を打っていく方に、打っていく方に向けてあげると、肘と肘がある程度ギュッと絞られた状態をキープすることができます。こんな風に体の正面に腕があって、それが外れていかないようにできるかどうかというのがポイントになります。ですから構えた状態から体を右に向けて、左に向けてというような非常にシンプルな動きをしてあげるというのが大事です。で、最初にあれ、腕の動きって言ったのに体の動きですかと思った方いると思うんですが、もちろんこの2つの体と腕というのはつながってますので、完全に切り離すことはできないんですね。ですから腕の動きをちょっと意識しようと思った時に、体の動きも合わせてちょっと気にしてやってみましょうねということです。結構腕がこういうふうに肘が開いてしまった時に、腕の動きだけを意識しようとする人が多いんですが、それだけでは残念ながらうまくいかないことがあります。ですから構えた状態から必ず体の向きを右から左というふうに向きを変えてあげることによって、肘の位置というのはキュッと絞られた状態をキープすることができますよということです。こんな風に肘が絞られた状態であれば、スイングのプレーン、一定の面をなしてスイングすることができますので、非常にこう美しいスイングにつながっていきますし、非常に安定したショットになってフェアウェイキープ率がぐっと上がることは間違いないです。ですから少しこれを意識してやってみてください。じゃあ今日はですね、この動きをどうやって覚えればいいの、動きは分かったですね、頭では理解した、じゃあ体の動きにどうそれを反映させるかというところが大事になってきますので、今回はですね、この手のひらを向かい合わせに、で前にこう垂らす、でこの状態ですね。でここからバックスイングするときに、とにかく体の前に手があるという感覚を絶対キープするということです。ですからバックスイングしたときに、特にこの上半身ですね、上半身の前に手があるよ、で完全に前にこういう感じではいけませんので、右の肘は少し折りたたみます。ですから右の肘を少し折りたたんでバックスイングしますが、体の前にあるよ、
そして振り下ろされた時も一緒、振り抜かれた後も一緒、体の前に手がある状態をずっとキープしてやってみてください。バックスイングからフィニッシュにかけて肘が離れないように、手のひらも離れてしまうといけませんので、必ず手のひらをくっつけてバックスイング、フィニッシュにかけて必ず上半身の正面に手がある状態、これをずっとキープしてスイングしていくと、自然に体の動きが動いて肘同士がキュッと絞られた状態が作れます。そしてボールを打ってる、こういう打席に来た時は家でもできます。このドリルは家でもできますが、ボールをその後打っていただいた方がいいので、キュッと腕を絞って体の正面にクラブ、そして腕があるような、そういう状態をキープしてあげると、肘の状態というのはキュッと絞れますので、まあ、こんなことをちょっと意識しながらやってみてください。で、実際コース行った時にもういろんな状況がですね、緊張したり、不安になったり、まあ、すると思うんですが、スイングとしての寄り所をちょっと持っていただくと、それで安定したスイングになりますので、構えてそこから最後まで振り抜いてあげる、こんな風にちょっと頑張ってやってみてください。ぜひね、この動きをコースでうまくねやっていただけると、必ずナイススコアにつながると思いますので、頑張ってやってみてください。最後ね、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。皆さんの頑張りね大いに期待してますので、頑張っていきましょう。ではさようなら。